ルジェは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。1790年に県が設置された後、ルジェ教区は、マルシュブルターニュ・ポワトゥの一部となり、ルソン市教区の一部となった。県におけるルジェの位置、ルジェは、なんとの 40km 南にある。周辺のコミューンは、同じ県のコルクエッシュル・ロニュ、トゥーボワ、バンデ県のロシュセルビエール、レ・リュック・シュルブローニュ、 サンテティエンヌ・デュボアである。1999年に INSEE がまとめた順位表によれば、ルジェは都市圏に含まれない農村型コミューンである。ルジェという名は2世紀か3世紀に作られたガロローマ時代の古いドメールを指している。ガロ語ではロージーとなる。1850年頃のルジェルジェ教区の名は、レジェヤッコの名でトゥルニュ修道院に関する。 文書上で1119年に記述されている。この修道院は875年にセーフィリベールの講演のもと、西フランク・オーシャルル2世の支援を受けて建てられている。ルジェの領地内で12世紀終わりか13世紀初頭に、ポワトバン地方の2つの修道院が創設された。ベネディクト会派で、シャトーイコールドロンにあったサンジャンドルブスティエ、修道院が聖マドレーヌの講演のもと、 ラペランシュ小修道院を建てた。フォントネイコールルイコールコンと近くにあったアウグスティの会派のニユシュルオティズ修道院はサンローランド・フジェール小修道院を建てた。ルジェはかつてマルシュブルターニ・ポワトゥの一部だった。ルジェの領土の一部はレダンシャク領に従属していた。ユグノーの反乱の間、ルイ13世は兵を集めてリーズ島に向かう前に ルジェに1622年4月にやってきた。ユグノー軍を率いるロワンスービーズ港と対決するためである。バンデ戦争の最中、フランソワ・ド・シャレットが1793年の4月から9月までルジェに滞在していた。彼は町に本部を設置したのである。コミューンは1793年4月30日の共和国軍と王統派軍との戦いの舞台となった。 シャレット軍は、ボアギュイオン将軍配下の600人の兵士たちを敗走させた。1794年のバンデ戦闘員に対する秩序回復の間、多くの住民たちが、共和国軍の地獄部隊に虐殺された。同年の2月10日、フロラン・ジョゼフ・デケノワ将軍率いる共和国軍がシャレットに勝利した。1861年6月18日の法令によって、 ルジェは、リュックシュル、ブローニュや、グランランドの面積の一部を獲得した。ロアール・アン・フェリウール県とバンデ県の境界を修正するためである。1893年、ルジェは、なんとからのメーターゲージの鉄道路線の終着駅となった。この路線は1935年に廃止されるまで、フランス狂気鉄道会社によって運営された。同時期、駅は、バンデトラムも運行されていた。 ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カシニー2004年以降 INSEE ありがとうございます。